ゃあ最後ですね、この心の大切さはですね、この五問を通して明らかにしたいと思います。親鸞聖人ですね、教行信証解読解にどうすればというね教えについて詳しく説いてるんですが、その中でですね、以降発願心について、おっしゃったところを引用されてます。法蔵館の聖典では446ページに出ております。以降発願心の、禅道大師の解釈です。以降発願心といったら有名なのが二解脈動ですね。二解脈動の内容は以降発願心の解説のために作られた話、つまりどういう道のりを通って救われるか、二解脈動といったら以降発願心のところで出てくる内容です。意味はですね、以降心を回す、向きを翻す、向きを翻すんですよね。六道輪廻していく方向に生きとった私が、ね、正しい幸せの方向に、ね、心が翻ったことをエコーと言います。エコーにもいろんな意味がありますけどもね、向きを翻す、そして願いを起こす、幸せな道を進むにはどういう道のりを進めばいいのか、それを説いたのがエコー発願心の、禅道大師の書かれたものに出ております。エコー発願というは向きを翻す、幸せな方向に向きを、生き方をね、翻す、そして願いを起こす、これ解脱感ですからね、救われる前の状態ね、これが進化ならば救われた後とも言えますけども、解脱感ですから救われる前の、ね、童貞をおっしゃったと、こう読むのがいいと思います。どういう道のりを通るかといったらね、エコー発願というのはね、過去および今生の真空号に収めたところの生出世の前言が必要なんだと、ね、皆さん過去世からね、生まれる前にも仏法を求めていたはずです、ね、過去、ね、過去世、生まれる前にもね仏法を聞いてきたからこそ今ね、仏法に巡り合えた修練があったんですよね。そして過去世および今生ね、幸せになるにはね、お釈迦様が教えられた諸善満行、ね、真悔の三号、体の行い、口の行い、意号、心の行い、真悔の三号、これがあなたの運命を生み出します。真悔の三号に収めたところの善を世の善言と出世の善言に分けることができます。観無量寿経ではお釈迦様といった諸善満行、一切の善をね、三福にまとめました。これ三福号と言いますけどね、三福、ね、膨大な仏教の善をね、世福、戒福、行福に分けて説いたのが観無量寿経。ここにね、仏教の善が全て収まります。世福とは世間善、これを世と言いますね。世間一般で言われている善が世間善、ここで言われているね、世の善語といったらね、世福のことです。これも大事、世間善ですけどね。この世を幸せに生きるためには道徳は大事です。これ守らんかったら、しっぺ返しを食らいますし、この世結構苦しいです。だから、世福もとても大事。これがまずあるからこそね、仏教の善が実践しやすくなるとも言える。仏教の善は、戒福、行福です。世福は、この世を幸せに生きるために必要だから世の福と書いて世間善と、こういうふうにね禅道大師は名付けられました。これが世の善言ね。あと我々仏法者は解脱を求めてますから、できれば悟りまで進みたい。それで出世の善言も説かれた。世を出る、迷いの世間から出る善言が説かれている。これを忠実に実践したら悟りが開ける内容が戒福行福です。戒福は清浄禅と言われ自利の禅ですけど、あなたが悟り開くためにね大切な禅、清浄禅、ね、自分の悟りに必要な禅ですから清浄禅と言いますね。しっかり戒を守る、これによってね世を出るね、あなたの悟り、自分だけの悟りも頑張れば開ける可能性は十分あるからね、戒を守ることはとても大事。
あなたがこの世を幸せになって、そして出世するための善後として、世を出るための善として回復が教えられております。でもっとレベルが高くなるとね、心が成長したら行を福もされたらいい。これ大乗善といって、これは利他の善ね、大乗、すべての人を救うための善ですね。小乗善はこれはね、自利中心の善です。自分の悟り中心ね、自利中心の善ね。大乗は利他、自分の悟り以上にね、人の幸せも考えた善ですよね。利他の善、行福と言います。いずれもこれをね、その通り実践したら世を出ることができる。つまり悟り開くことができる善がこの、征服回復行福であります。これをねやっていこうとするのが仏法者なんですよね。生出世の善言をね、あなたの過去世から根性で真空位の三号に収めたところの、ね、征服と回復行福を収めていく。そしてこれも頑張ってもらいたい。およびね、今度はね、自分の善だけじゃなくて他のね、自分以外のね、他の周りの方もしてる方がありますよね。他のね、一切の凡小の真空の三号、周り見るとね、私のね凡夫もいます。でも中には小人、尊い方もいる。私以外の他の人たちのね、真空位の三号、周りの人も頑張ってますよね。体と口と心で、豪に励んでます、収めてます。で周りの人たちもね、まあ、少ないか知れませんが、世福に励み、体育行福に励んでいる。生出世の善言をね、収めてます。今度はそれをね、あなた随喜すれば、あなたが善をしたことになるんですよという、これがすごい良しです。自分がやらなくてもね、人の善素晴らしいなぁとね、随喜するだけでね、やったことと同じになるんです。だからね、ここで随喜でも全てるんです。あなたが善頑張ると同時に ね、あなたがまたできなくてもね、人の善言、周り見ると一切の凡小の真空位号に収めたところの聖出世の善言をね、随喜してくださいと。二つね、あなたも頑張る。次にね、この自他の諸衆、ね、あなたも頑張るね。そして、ね、あなた以外の周りの人も頑張っている方があります。そういう方を見てね、頑張ってますね、素晴らしいなと随喜したらね、あなたそれやがてねできるようになるんです。ちょっと師心に信仰したらね、師心にやがてなれるようにね、これ信仰と似てます。信じ敬う、素晴らしい人を素晴らしく敬ったらね、やがて徳が身につくんです。随喜したらね、その人の徳が身につくんです。自分にやがて未来ですけど、だからそれをね、自分も頑張って、人のやったね、納めた善、諸種の善言、ね、あなたも頑張って、人の善も随喜することによってね、これをもってね、これをもってことごとく全部ね、みんなこれをね、悟りに向けるんです。エコーというのは意味がいくつもあるけどね、これ菩提エコーとも言いまして、悟りに向けることもできるし、修行エコーといって人に与えることもできる。これエコーには2つにあります。菩提エコー、自分の悟りに向けるためのエコーの意味、差し向ける意味があります。あとで、ね、自分でやった善後をね、人の幸せのために向ける、これを修行エコーと言いまして、こういうエコーにもあるんです。だから自分の悟りに向けることもエコーですからね。自分のやった善と人のやった善を随喜した善、これ全部ひっくるめて、ことごとく皆真実の自身の頃のうちにね、誠の自身の頃のうちにエコーして差し向けて、そして極楽浄土かの国に生まれたいと願う、これをエコー発願心と名付けると。これによって、悟りが開けると、こうおっしゃってるんですね。ただこれね、三福往生とも言われます。あまり師匠は言わないけどね、諸行上になるから言うと言いませんけどね。でもね、お経にはね、これの内容が三福によって往生できると書いてあるんです。これ下部領事経を読んでみたらね、書いてるんだけどね、ちょっと見ていきますと、下部領事経に今言ったことが書いてますね。どこかと言いますと、この三福のところ読んでみましょう。
来年も書きましたが、130ページ見てみるとこう書いてます、真ん中あたりから前から 1,2,3,4,5,6,7 行目からね、8行目からか、後ろから7行目ね、また未来世の一切凡夫のね、その前に私は今ねあなたのためにね広く、諸々の例えを今から解きますと、これはこの後上で13巻なんだけどね、その後にねまたね私は今からね未来世、我々です、未来世の一切凡夫、未来生まれてくるね一切の凡夫のためにね、凡夫は何をやればいいかといったらね、上合清らかな合ね、皆さん凡夫に対しては一切の凡夫は清らかな合をね、これを収めるように進めてるんです。130ページね、後ろから、6行目ですね、また未来世の一切凡夫が清らかな業を収めようと思うものをして思うならばね、西方極楽国土に生まれたいことが生まれることができますと。だからかの国に極楽浄土に生まれたいと思うものはまさにねこの三福を収めなさいとおっしゃる、三福をね、一つは世福について、世間税についてはね、父母に孝養し親孝行しなさい、父母に孝養し師長に無事し先生や先輩をね大事にしなさい、自身にして殺さず慈しみの頃で人を責めてはいけませんよ、殺してはいけませんよ、自身にして殺さず、そして十善後十悪の反対、良いこと十ありますけどそれをやりなさい、これやったらね世間税だからね、この世を絶対幸せに生きていけます、この世ね、この世だけは幸せに生きることができる、これを世福と言いますね。これが土台があったら次悟りが開きやすくなりますから、次に2番目、次回復いきますね、清浄禅、これ頑張ったら悟り開けますから、自分の悟りだけですけどね、三機を従事し三法に帰依する、仏法僧に帰依するね、三法を大事にする、三つの宝仏法僧を、大事にする従事し、そして諸々の戒を守る、戒五戒、最低我々五戒ね、諸々の戒を具足身につける、五戒をしっかり守りましょう、そして意義を犯さず生活習慣を正しなさい、意義とはこれ生活習慣で行住座がといってね、生活習慣をしっかりね乱さないようにしなさい、意義を犯さず、これが回復ですね、清浄禅で、3つ目が行福、3つには、大乗禅、利他中心の禅ね、ちょっとレベル高いけども菩提心を起こす、自分の悟りと同時にね、全ての人を救いたいというね心を、これ菩提心と言います、自分の悟りと人の悟りが同じ状態ね、私が悟り開きたい、みんなもね仏になってみんなも救いたいという気持ちですよね、菩提心、菩提心を起こして深く因果の道理を信じて、大乗経典を読んで丸暗記するというか、そらんじるね、大乗経典を読んでそらんじて、そして、行者を勧進する、いわゆる人をお誘いする、ね、人々に仏法をお伝えしていく、行者を進め勧進していく、でこういうねこれ4つの、これを聖出世の禅言と言われてます。でこれをね、3つのことを名付けて上合、ね、清らかな合、この三福をね上合というんですね、浄土に往生する清らかな合だと、こう冠の事項で説いてある上合と名付けると、で、上合となすと仏理大家に告げられました、何時お前知っとるか、今知るや、この三種の合、この3つはな、これはね過去未来現在の三世の諸仏がね納めた正しい原因だと、三世の諸仏はねこのね上合の勝因をね実践したから仏になったんだぞと、こうおっしゃってるわけですよね。だからこれもねできれば凡夫も頑張ってほしいことですけどね、この、三次は名付けて上合となすけども、これはお前知っとるか、この三種世福回復行福は、これはね過去未来現在の三世の諸仏が
ね、清らかな業として納めた正しい仏になるための正しい原因であると、こう説いた。だここ読んでみるとやっぱり三福によって往生できるというそういう教えもカブリュー教にはあるんです。それを伝道大師は、ね、エコ発願心で、あなたも頑張って、そしてね、人がやってる善もね、褒めたたえる、これもすごい善なんです。で、私今日言いたいのは、実はここを言いたい、ね、随記、これがいかに素晴らしい善であるかをね、私は話したいなと思って、最後ね、ちょっとこの話を出したんだけどね。で、この後ね、お経の物語に行きます。お経の物語にね、仏典物語に最後説明いたします。こういう話がありますね。今から言うのは随記善についての話です。これについて話します。昔ね、インドにね、ある国で王様がね、お城に新しいね、立派な回廊を作りました。王様はね、その回廊の内壁、内側の壁をね、美しい絵で飾りたいと、こういうふうにね、願って、国中から最も優れた画家を2人ね、2人ね、呼んで城に呼び寄せました。そして期日までにね、回廊の内側の北側の壁と、これ一人の、画家が担当し、南側の壁をもう一人の画家が、ね、担当して描くように、進めました。早速ね、仕事に取り掛かりまして、何日か経ったところね、王様行ってみると、南側の壁には素晴らしい絵が描かれていました。しかしね、反対側の北側の壁にはね、いまだ絵は全然描いていない、ね、ただね、壁を磨いているだけだったんです。それからまた幾日か過ぎました。で、北側のね、画家、素晴らしい画家やのにね、絵を全然描こうとせずに、ただ壁を磨くばかりであった。とうとう期日がやってきました。王様が回廊に行ってみました。そうするとね、南側にはついにね、それはそれは素晴らしい絵が描かれていました。そうしてね、北側の壁を見ました。するとね、北側の壁はね、何にも描かずにただ壁を磨いていただけでした。ところが、その壁にはなんと反対側の南側の絵がそのままね、美しい絵がそのままね、そのままね、綺麗な絵が南側の壁を磨いたところにね、そのまま映っていたんです、ね、美しい絵が現出現れておりました。王様は感動して感嘆して、磨いてばかりいた画家にね、お前なぜ自分の絵を描かずに磨いてばかりいたんだと、こうね、質問しますとね、その画家はね、私は南側を担当したあの画家はね、もう全く素晴らしいと、ね、とても私の及ぶところではありません、私は彼の素晴らしい絵をね、こちらの壁にね、移そうと願ってこちらの壁を磨いたんですと、こう答えました。で、この物語はね、仏で言われる随記ね、これがどういうものであるかを語ったものなんですね。随記というのはですね、人が行った善をね、我が事に喜ぶ、それによってね、あなたが善をしたと同じぐらいの功徳があるんだということを教えてるんです。いかに随記善が素晴らしいか。ただこれ実は過去世のね、多分こっちが文字でこっちが普賢だと思いますね。これ過去世物語だと思いますけどね、文字は知恵があるからね、たとえ書けなくてもね、壁を磨くだけでそっくりもらえるということが分かったんですかね。自分が書けなくてもね、素晴らしい人を随記したらね、自分が書いたぐらいのものが得られるということですよね。こういうことがあるんだと。だからね、自分が善できなくてもね、素晴らしい人をね、尊敬したり敬ったり随記するだけで、その功徳があなたにも得られるということなんです。それをね、禅でもおっしゃってるし、この経典にも書いてあるんです。で、他に調べたんですね。他にこんな話もあります。
あの龍樹菩薩が書かれた第一度論にはね、自分が善行をなすよりも他人の善行を随喜する方がこっちの方がね苦毒が大きいと、あの有名な第一度論、まあ般若経をね解釈した本にはっきり書いてあるんです。またね、源信僧侶はね、応用書にこう書いてました。因果経を引用されてね、もしあの貧乏な人がいて ね、その方がね布施するものがないと、そうしたらね、そういう人はねなくてもいいと、人がね布施してみたら普通は妬みますけどね、そうじゃなくて人が布施をしたところを見るとね、あの人素晴らしいなとね、随喜するだけでいいと、随喜の心を成したらね、随喜の福報、随喜の幸せの報いはね、実際あなたが布施ができなくても布施をしたものと異なることなしだとおっしゃるんですね。だから心なんです、仏教は。いや、布施が実際できなくてもね、私もお金あったら、物あったらしたいけどできない、できなかったら心だけでも素晴らしいな、布施をできる方素晴らしいなと、随喜するだけでも善をしたことと同じ功徳を得られると、こういうことがね、あの因果経に書いてあると、往生要旨にね、そこはあの教えてますよね。仏教は心が大事、ここで言うならばね、実際自分もやることも大事だけどもね、人の素晴らしい善行を見た時に、ね、一切の凡生の真空位に収めたところの善をね随喜したらね、なぜかあなたの心ね幸せを感じて、あなたの心変わっていく可能性十分ある。私も今努力してるんですけどね、結構これね私はあの効果大きいと思います、ね、随喜するだけでねあの変わってくると思いますよ。これだけでも素晴らしい善ですからね。だからこれ随喜で決して、ね、これバカにできない、心がいかに大事かということをですね、官務領事教でも教えているし、禅道も教えている、お経でも教えている、龍樹も源信僧侶もね真理を体得されて、この随喜での素晴らしさ、やっぱり心がやっぱり大事だということをね、まあ、この話を通して、学んで、あとね実践していかれたら、効果というか、実感もしてもらえるんじゃないかなと、こういうふうにね、思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。